ラブレターは、浅田次郎による日本の短編小説。オール読み物にて1996年3月号に掲載され、1997年4月に、集英社から刊行された短編集、鉄道院に収録された。何度か映画化、テレビドラマ化、舞台化されており、本校ではその映画版やドラマ版、舞台版についても記述する。 1998年5月23日公開。配給は小畜。キャストスタッフ2003年6月18日の20時54分23時18分に、テレビ、東京系列のスペシャルドラマとして放送された。BS では、BS ジャパンにて2003年6月22日の21時23時30分に放送。千葉県千倉町。 北海道美英町でのロケを観光。文化庁芸術祭参加作品、第21回 ATP 賞優秀賞受賞。同局における、浅田次郎原作、西田敏行主演のドラマは、本作品までに3作品あった。虚偽のセクハラ疑惑で、大手企業をリストラされた男、高野五郎が、新宿、歌舞伎町の片隅のゲームセンターで働いている。そんなある日、 その、五郎のもとへ、死亡通知書が届く。死んだのは、妻、荒野博覧。一年前に偽装結婚した、顔さえ知らない、中国人売春婦だった。戸籍を売った、暴力団、佐竹工業の佐竹に相談を持ち込んだ五郎は、白蘭の残した手紙を差し出される。その手紙を握り、五郎は、佐竹の部下、佐都氏と共に、未だ見ぬ妻の遺体を引き取りに、 暴走、チクラを目指す。ところが、そこで垣間見たのは、外国人売春婦の死など、ゴミ同然という、この国の現実だった。ゴローは、エリートから転がり落ちた、自分、友を失望させた、自分、最愛の妻を裏切った自分、そして戸籍を売り、外国人労働者を食い物にする連中に手を、貸してしまった自分にと、様々な感情が胸に巨来し、やりきれなくなる。 2004年に舞台化、2006年に再演。脚本、演出は、新藤兼と、出演は、吉本隆、美、金子昇、佐野水木、滝田祐介ら。また、2013年には、音楽ザミュージカルとして、ミュージカル化。ラブレターに関する、カテゴリー、ラブレターに関する、カテゴリー、ラブレターに関するカテゴリー。ありがとうございます。